皆さんこんにちは。先日ですね、またバークリーバーになるんですけども、ブラボー 1A2 販売されましたよね。で、これもほぼもう完売状態ですよね。DLT と KSF が大きなディーラーになると思うんですけど、DLT の方が売れるのは早いですね。で、それで今ですね、 DLT で販売されてて、アメリカを除いて一番売れてる、国際的に売れてる国ってどこだと思いますか？これそうだなと思うことと、ちょっとびっくりする部分もあるんですけど、日本なんですよね。国際的に売れてるのが今一番日本、 BRK ですよ。 BRK のDLT ですよ。で、次にオーストラリア。オーストラリアもすごいみたいですね。で、その後にドイツだそうです。需要と供給が今、需要が増えたのかなと思うんですけど。で、DLT で販売されてる、本数っていうのは、そんな例年通りで変わらないと思いますね。圧倒的に売れてるんだと思います。で、BRK の生産は去年から、若干ペースは落ちてると思うんですけどね。ただワンロットの生産数っていうのはそんなに変わらないとは思いますね。ただスモールランとかそういうのもありますけど。で、ファイアースチールですね、 BRK の。今ね、これがね、デリバリーされましたね。なので直にカタログに出ると思います。で、ただね、ちょっと値段がね、少し高いんで、どうなのかなっていう部分もあるんですけど、いいのはいいですよ。で、ちょっと若干大きいかなと思うんですけど、この大きさがよりね、大きい火花を出すのにいいのかなとも思います。通常のファイアースチールと比べるとかなり差はありますね、大きさの差が。でね、マイカルタで50ドルぐらいで、ウッドになると80ドル前後するんで、ちょっと高いなとは思うんですけどね。来週、そうですね、すぐ販売カタログ載ると思います。それで、ブラボー1 じゃない、 1.25LT ですね。これはね、クルーウェアになるんですけども、 3V の方がね、もう生産今トップになってて、もうじきだと思うんですよ。これが週末、来週末ぐらいなんですかね、多分デリバリーになるんじゃないのかなと思うんですよ。で、ブラボー、このね、1も好きなんですけど、 1.25 も好き、ただ LT も好きなんですよね。で、これはブレードが 12.5 センチ、でハンドルもほぼ 12.5 で1対1ぐらいで、デザイン的なバランスはこれが一番いいのかなっていうふうに思ったりする時もあるんですよね。ただブラボー1の方がいいのかなと思ったりする時もありますね。比べるとこんな感じになります。で、これはドロップポイントなんで、で、これがポイントスタンダードですね。で、カスタマイズもね、カタログに出てるやつはもちろん全部無料でできるんで、ポイントとグラインドですね。フルハイトかな、できるのが。で、重量もね、1よりこっちの方が軽いんですね。これ 200g で、こちらが 230g ですね。ただね、口で言ってるだけだとちょっとわからないと思うんで、使用感の方っていうのは私以前にビデオ投稿してるんで、ファイアースチールもそうだし、 1.25 も概要欄の方にリンク貼っときますんで、よかったら見てみてください。ただね、これもね、またね、すぐね、
完売状態になってしまうんじゃないのかなと思うんですよ。売り切れるのが早い。まあね、好きなねハンドルっていうのがね見つかったら、早めに購入した方がいいと思いますね。ただあとね、夜中、日本の夜中ですよね、だいたい12時から朝方5時ぐらいにDLT のカタログ乗ることが多いんでね、なかなかね余裕がない、時間が見る時間がなかったりとかもすると思うんですよ。まあウッドはね見てから買った方がいいのかなとも思うんですけど、まあこれ来週、再来週ぐらいかな、こっちが来週、こちらが再来週ぐらいになるんですかね。まあでもね、DLT ももう言ってるのが明言してますよね。まあ大きな一番影響を与えたの、まあ、BRK に関してもそうだと思うんですけど、まあ BRK のことは BRK の方はそうは言わないですけど、でも DLT は言ってますよ。一番大きな影響を与えたのはビルチオバイスだって言ってますね。私もそうだと思います。で、それなんで、実はね、アメリカのナイフだけど、まあ、日本の方によって広められたものになるんだと思うんですよね。まあ、日本で売れてるってことは、それだけ、まあ、流通数が増えてきてて、私はいいのかなっていうふうに思いますけど。では皆さんも素敵なナイフが見つかるといいですね。ありがとうございました。